女子駅伝中サンドルーリー守衛陸間、新。中に岩崎京子金メダルなどスーパー中学生アラカルト。小なり陸上、全国都道府県対抗女子駅伝大なりひし形15日ひし形竹菱スタジアム京都発着、9区間イコール42195キロ。陸上界のニューヒロイン候補で、岡山のドルーリー守衛陸、守衛陸、岡山津山鶴山中3年、が3区で驚異的な走りを見せ、区間新記録を樹立した。38位でタスキを受けると、あっという間に17人を抜き去った。背筋の伸びたフォームで、3キロを9分2秒で駆け抜け、一人でも多く抜いて、岡山チームに勢いを与えようと思っていた。高校では、インターハイに出場して良い結果を出したい、と笑顔を浮かべた。逆三角スーパー中学生アラカルト。星岩崎京子、競泳、92年バルセロナ五輪の女子200メートル平泳ぎで、当時14歳で中学2年の岩崎が、競泳史上最年少で金メダル獲得。星森本貴之、サッカー、中学3年で東京 V 所属の04年3月、柏戦で最年少15歳10ヶ月で先発出場。星高木美帆、スピードスケート、中学3年だった09年12月のバンクーバー五輪選考会で、日本スピードスケート史上最年少で1000メートルなどの代表になった。星地香里花子、競泳、中学3年だった15年世界選手権で14年ぶりに中学生代表になると、400、800メートルリレーでリオデジャネイロ五輪出場枠を獲得した。星長本智和、卓球、中学2年だった17年6月の世界選手権で史上最年少13歳でベスト8進出。星森木大地、野球、中学3年だった18年8月の軟式野球の四国大会で中学生として史上初めて150キロをマークした。21年ドラフト1位で阪神入団。逆三角ドルーリー守衛陸、守衛陸。ひし形生まれ2007年平19、11月16日、岡山津山市。カナダ人の父と日本人の母を持つ。ひし形競技歴、小学4年時、地元の津山ジュニア陸上競技教室で始める。小学6年までは陸上と並行してバスケットボールにも親しんだ。同教室の佐藤氏は、バスケットボールで鍛えた体力がもともとあった。バスケでも中心的な役割だったそうです。ひし形主なタイトル、昨年の全国中学校体育大会女子1500メートルで4分23秒79を出して優勝した。2位に5秒以上の差をつける独走 V だった。同年 U16 陸上大会女子1000メートルは2分45秒84で優勝。1500メートルの自己ベストは4分22秒00。ひし形趣味、絵を描くこと。岡山県内のコンクールで入賞したこともある。ひし形身長157センチ。岡山のスーパー中学生、ドルーリーが圧巻の17人抜き。京都市の竹菱スタジアム京都発着の9区間、42195キロで15日に行われた全国都道府県対抗女子駅伝で、岡山の中学3年、ドルーリー守衛陸、守衛陸が3区3キロで圧巻の走りを見せた。17人を抜き、9分2秒で区間新記録を樹立。初の都大路で快走し、ここに向けて調子は上がる一方だったので、よかった、と笑みを浮かべた。157センチと長身ではないが、腰高でダイナミックなフォーム。38位でタスキをもらうとぐんぐん加速し、21位まで押し上げた。昨年8月の全国中学校体育大会で、1500メートルを4分23秒79の吉見記録で制した逸材。中学の陸上部には女子部員が3人しかおらず、自ら練習メニューを考えている。本格的な駅伝は初めてといい、楽しかった、と頷いた。父がカナダ出身で母は日本人。岡山県津山市で生まれ育った。将来が嘱望される15歳は次の目標を問われ、インターハイ、
全国高校総体に出て活躍すること、と初々しく語った。大石豊よし。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。